はい、どうも。こんにちは、キハ28です。今画面に映ってるのは真岡鉄道で販売されてるマグカップです。これ、モニターにはなんか左右反転して映ってるけど大丈夫なんかな。まあいいか。今度は、あれ、何屋さんだっけ？忘れちゃった。松栄軒の博多明太うなぎ牛すき弁当です。博多明太って書いてあるけど、松栄軒さんは鹿児島射水市みたいですね。九州駅弁って書いてありますね。こちら牛すき弁当ってことなんで、電子レンジで温めてきました。500ワットで約60秒。では、いただきます。普通の明太子ですね。からし明太じゃなくて。さつまいも。甘いですね。こう、繊維があるというか、そんなんじゃないんですけど、皮ごとサクサク食べられます。ちょっと付け合わせ先に食べちゃってますけど、で、メインの牛すき。念のため蓋を外して温めたんで、ちょっと牛すきの牛は、ほんのりとした温かさですね。でも柔らかくて噛みやすいです。タレがちゃんとご飯に染みてますね。こういうタレが染みてるご飯って結構おいしいんですよね。次、うなぎと、これ、なんていう名前だっけ？卵の忘れた。卵の千切り状のやつ 卵焼きの千切り状のやつの名前ちょっと出てこなくなっちゃった。このうなぎのタレもとろーっとしてて、で、
味が濃いわけでもなく、こう、口触り、舌触りがいい感じで、食べやすいですね。ユースケもいっぱい。一応原材料名にからし明太ってある。でもほとんど辛さ感じなかったですね。で、原材料見てるんですけど、そうか、錦糸卵か。結構食べやすいですね。別のお弁当を食べた直後なんで、つまり2つ目なんですけど、どん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 お腹じゃない、口の中に入っていきます。
美味しかったんで、ほぼ無言だったんですけど、完食です。つまんないよって言われそうだけど、まあ、うん。今はね、一人で食べてる時以外あんまり喋れないですからね。まあ何を言っても今一人食べてるんですけど、九州のお弁当、博多明太うなぎ牛すき弁当、松園軒さん、鹿児島地方行った時はぜひお召し上がりください。